い、皆さんこんばんは。10月の11日火曜日ですね。はい、では今日は初っ端から行ってみたいと思います。今ちょうどですね、6時ジャストですね。ということは、もうそろそろ、防災無線がね、鳴るんじゃねえかなと、放送が始まるんじゃないかなと思うので、ちょっと早めに終わらしたいと思います。いただきます。乾杯。今日も連休明けでしたが、お疲れ様でございました。生きてるって悲しいね、生きてるってさ、生きてるってさ、生きてるってさ、はい、美味しいですね。例の乾杯の曲ですね。あの、長渕剛ではないんですけど、乾杯の曲に合わせてですね、ちょっと、尺を稼いでみましたっていう感じですね。一応ね、なんかそういう専門業界用語を使うと、なんていうのかな、まあ遊びでやってるね、このブロードキャストもなんか面白い感じがするので、ね、尺を稼ぐみたいな感じですね。時折、業界用語を使ってみたいと思います。まああと試験までね、1ヶ月なんですけど、行った時にはですね、前の日先乗りするんでね、もうその時にはある程度もうこれ以上自分としてはね、やることはないっていうぐらいやってるであろうから、先乗りして1日、時間があるんでね、シースーですか、昔の六本木とかね、ギロッポンですかね、で業界の人が使う言葉ですね、逆から言うという寿司じゃなくてシースーですね、かっぱ寿司行ってみたいと思います。であとは一応調べたんでね、歩いて行ける距離の中に4店舗あるので、かっぱ寿司、なんだっけかな、小僧寿司じゃねえな、小僧寿司はもうなくなったんですね、かっぱ寿司、くら寿司かな、寿司ロー、あとはかっぱ寿司と揉めてたところ、はま寿司ですね。その4店舗行ってですね、食べ比べということで、まあ一本動画を作ってみようかなと思います。はい、それでね、また再生回数が上がれば、面白いかななんて思います。では、まあ今日は3分ですかね。もっとやってっかな。これからまた、勉強があるので、これで終わってみたいと思います。ではまた明日。キャシャーンがやらねば誰がやる？日本はもうやばいとこまで来てるかもしれない。信じるか信じないかはあなた次第です。あなたにはね、友達が必要なの。して屍拾うものなし。